松山市南梅本町のギャラリーアンフィールでアンフィール50年記念特別企画吉田純次水彩展 W2 が開かれています。この展覧会はギャラリーアンフィールの50年を記念して宇和島市出身の画家吉田純次さんの水彩画を展示しています。松山では22年ぶりに開催された吉田さんの個展。吉田さんはこれまで油彩画を多く描いてきましたが、今回は昨年から各地で好評を得ている水彩画の展覧会です。会場にはにじみを生かした水彩画作品など28点が並んでいます。もうこの水彩はすごい瞬発力っていうか、乾かないうちに重ねていくやり方なので、にじみを利用したりとか、すごい短い時間でその気合を入れて短時間でやるっていうか、僕の場合は特定のイメージは全然しなくて、例えばまあ 海のあの時の情景とか思い浮かべて描くとかいうことではないんですよ。もうそういうものはもともと体に溜まってて、で一つのイメージを思い起こしてはやらない。もうそういうたくさん溜まったものが手を通してもうそれは出てくるだろうと、だから頭ではそういうことは考えない。一枚の絵を描き始めるには一色はどうしても最初決めないといけないんですよ。今日は何色から始めようかと、例えば黄色を塗りますね。その反応で次の色をやっていく、その反応の連続で最初の黄色はもう消えてしまったりすることもあるんですよ。だからこういう色の絵を描こうとかもすらも考えてないっていうか、まあ、子供のようにいろんなものにとらわれずに見てもらうと一番いいんですけどね、まあ、構えずに楽に見てもらって感じてもらえば。にじみと色の境界線によって表現される美しさもぜひ会場でご覧ください。アンフィール50年特別企画吉田純次水彩展 W2 は松山市南梅本町のギャラリーアンフィールで10月29日日曜日まで開かれています。